こんにちは。アマゾエスサポーター、堀秀夫です。FBA 納品個数の、リミットアップ、方法を解説してるわけなんですけど、そもそもね、FBA 納品のリミット個数を確認するのどうやるのという質問があったんで、その回答です。インベントリー画面で、一番下のマネージ FBA シップメンツ、ここの、タグをクリックすると、一番下に、この在庫リミットモニターがあります。まずここを確認してね、十分納品できるかどうかチェックしてください。で、納品できる場合は、そのまま納品すればいいですし、納品する、個数が、余裕がないという場合にはね、ご相談ください。あるいはね、思いのほか大きな数字だとね、1258個、今1389個まで増えてる会社いますけど、私もっと増えてますとかね。私、結構いい数字ですという場合もね、これまた、報告していただければ、どんな、数を販売しているのか、いろいろ聞かせてもらうとね、このサポートの精度が上がるんで、ありがたいです。納品在庫個数、報告、ご相談お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。